2つの大きなキューブを使ったマジックです。ここに赤いキューブと青いキューブを持ってきました。まずこの2つのキューブ、お客様に調べていただきたいと思います。大丈夫ですね。ではこれから簡単な問題を出します。まずは例題です。このようにカバーをして1つポケットにしまいます。手の中は何色だと思いますか？青。青、正解です。これは例題ですからとても簡単ですよね。ではここからが本題です。よく見ていてください。では今度は下にしましょう。はい、手の中は何色でしょうか？赤。赤、残念、青です。ポケットの中が赤でした。ちょっと難しかったですか？ゆっくりやってみましょう。ではいきます。では今度は見てみますよ。はい、何色でしょうか？青。残念、赤でした。ポケットの中が青でした。